歴史的電車として運用されている四千4、4646 46号機歴史的電車として運用されている四千4、4643号機と同型の制御車及び客車の編成スイス国鉄ブド4、4型電車はスイスのスイス連邦鉄道の支線系統で使用されていた旅客荷物合わせ作り電車である。なお、本機は搭乗時は c f e 四四型であったが 1962年の称号改正によりブド4、4型となったものであり、さらに1989年の称号改正によりブド570型となったがこちらは現車には反映されず、廃車となるまでブド4、4型のままであった。スイス国鉄での電車の使用は1930から40年代までは比較的限定的であり、 1923から28年製の BE4、6型や D4、で 4? 4型などの旧型で重量の重い短編成列車の牽引用機関車兼用機もしくは本線の高速列車用や団体、臨時列車用として発達したとして発達した部に4型や第4、8系、ラブド8、12型などの軽量高速機が使用されているのみであった。 そういった状況の中で、本機は、スイス国鉄が初めて本格的電車運転を想定した調査を実施した結果と、私鉄で発達していた電車の運用成績などをもとに1952年から製造した支線区間用の電車であり、同系の制御車を連結したプッシュプルトレインとして使用されるほか、ある程度の客車もしくは貨車を牽引することを想定して設計された。 ボボの車軸配置と軽量構造の車体で低圧タップ切り替え制御による 1176kW の1時間定格出力と最高速度時速 110km の性能を持つ機体であり、設計要件は以下の通りであった。なお、製造を SLM、BBC、魔法、SAS、SIG、 SWP が担当して841から871号機の31両が製造されているが、1962年の商号改正の際に、基盤も1621から1651号機に改版されている。おエンジン面バルシュタル鉄道に譲渡された、ブド4、4641号機、バルシュタル駅、2009年。ありがとうございます。